どうも赤崎赤星せよ赤星松橋 TV あらはい、お願いいたします。お願いします。今回ステージ5新橋本店、はい、やっと来ました。来ましたね。お待たせしました。僕今回新商品、お待たせしすぎたのかもしれません、ね、いやいいよそれも、お待たせしましたね。ちょっと前出したそれ。、はい、さあ新橋駅ね、うち幸い町駅が徒歩5分で、はい、まあ、昼はステージ5、夜は、ワインを出しているということで、うん、あ、バーになります、ね、そうなんですよね、はい、でこちら紙でオーダーなんですけども、うん、ステーキシングルダブル1ポンド、野菜ニンニクバターをマシマシマシにできて、そうっすね、はい、で油水と生卵いけるってことで、うん、僕今回ね、うん、ステーキは1枚なんですけども他は全部マシマシでいかせていただきました。同じ料理か違うんですよ。ちょっと後ほど。後ほど。はい、はい、で今回もソーシャルディスタンスを十分に保って。めっちゃ保ってたね、これね。はい、ありがたいです。わかるよ見たら。いやまあ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 ね。でライスはねセルフなんで。お好みで。あれは。おかわりも自由ですから。復習にはね。まあまあそうですけどね。はい。はい、ちょっと間も空いたんでね。はい。すごい。あでこちらチャドンでございます。すげえ。俺一枚だから。もうちょっとね。いや確かに。少ないかと思ったの。赤星の方だと思ったって僕ですね。はい、あこれか。あとこちらレッドファイヤーゴロということで、僕は辛口のステーキを、そうだそうだそうだ、こちらの7月19日から夏季限定ということで、はいはいはい、はい、レスリプロレスのね審判みたいな名前、まあいそうだな、レフェリーでな、レッドファイヤーゴロ絶対大仁田のブレーみたいな感じですよね。じゃいただいていきますね。はい、であのステーキなんで切り分けるところから行きたいんですけども、まあ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 二郎系ということで、上から、はい、油すじからいただきます。はい、箸でいくよね。まあそうなっちゃうね、まずはね、まずはね、うん、であの、はい、天地返しとかまだできないんで。天地返しとかあるんですかね。あの店員さんがおすすめしてたよ。あそう、天地返しぜひしてくださいって言って、そうなんそう、どうやってやるのかなと思ったけどね。確かにな、うん、やっぱね甘い油と野菜の組み合わせで、うんうん、ステーキですけどもやっぱジロー食ってるなって感じがすごいです。牛だけどね、牛だけどね。あ、そうなんですよ、背脂ではないんですけどね、うん、はい、そっか牛だもん、ね、牛だけど、うん、であの肉と野菜を食っていくって感じなんですけど、もう野菜にも十分にね味がついてるんで、野菜でご飯をどんどんいけちゃう感じはしますね。確かに確かに確かに、うんうん、で僕はあんま辛党っていう感じじゃないんで、はいはい、あの結構辛度は高かったかなっていう感じはしますね。夏にぴったりかなという。いや美味しそうだね、うん、で本体来ました。でまあ肉肉しい感じで、はいはい、まあ、めちゃめちゃ柔らかいってわけじゃないんですけど、うん、まあ、一応奥歯がない僕でも噛めるっていうことで、いらん情報だな。噛める、まあ、焼き加減はちょうどいいかなという感じは。奥歯がない僕にもどういうレビュー。なんでね、まあ、全然噛めます。あ、はい、噛めます。はい、噛める。はい、そうですね、まあまあまあ、で汗たくさんかいたんでハイボールで水分をね補って。ハイボールで補います、ね、はい、いきますね、はい、奥歯なさそうな発言だな。ハイボールは60円ですからね。奥歯ねえな。奥歯ねえじゃねえか。ちゃんと店内で飲ませていただいてますね。はい、であの卵の甘みとあの中のあの辛みのタレ、後から来る旨味というか、うん、二重で味を楽しめるなっていう感じがしますね。合いますよね、うん、ね、よくしゃぶしゃぶとかだと甘いに甘いだったりとかするけどね。あ、なるほど、結構新鮮な味わいだったな。すき焼きじゃなくてですか。あ、すき焼きですね。すき焼き、まあ、しゃぶしゃぶって言っちゃった、はい、すき焼きのマシレイ、すみません。歯ないですか。歯はないです、ね、すみません。はい、歯がない僕でも優雅に、あの、まあ、歯なければ、ね、はい、スープが飲めるんです。はい、ありがたいことに。あ、で、こちら、ほら、ね、新商品の五郎揚げ、こちら発売前なんですけどね、はいはい、赤星とともに、いやー、試食させていただきましたね。結構ゴツゴツっとしてる感じかと思ったんですけど、違うんですよね。中がめちゃめちゃ柔らかくてね。柔らかいんですよ。正直ステーキ食った後ちょっと重たいかなと思ったんだけど、はいはいはい、あんまり関係なく、はい、スイスイスイといけた感じはしましたね。てかまあご飯おかわり自由だから、あ、そうそう、ご飯で行くもよし、ハイボールで行くもよし。あ、なるほど。でハイボール以外にもね、お酒豊富ですから、安いしね、はい、など、私がおっとおっと行きました。ちょっとダチョクラさんってあったけど、あ、そうだったの、ダチョクラだ。であの今回ビールじゃなかったんで、お酒全体のレベルを出させていただきました。お酒全体のレベル、はい、待ってくれ、はい、ハイボールしか飲んでないだろ。いや、あの、やっぱメニューがね、なあ、すごかったんで、ハイボールしか飲んでねえんだろ。期待も込みで、やっぱり、期待込みで 100? 期待込みの100です。まあまあまあ、はい、後に120。それ、アマゾンでたまにやんのよ。あの、発売前にレビューするやつ。あ、なるほどね。うん、期待込みで何点ですみたいな。あ、まあ、それじゃん。まだ確か行ってないんだけど、夜はね。本当だよ。で、あの、やっぱ新橋でサラリーマン街ですけど、うん、ね、サラリーマン街、サラリーマン街です、サラリーマン街ですよね、サラリーマン街ですけどね、そういう言い方だった。やっぱ昼のランチでちょっとステーキ食べて、はいはい、で、あの夜にもう一回来るのもいいかなって感じ。2回、そうですね。す壁とかあと天井にあの旗みたいに吊るしたんだけど、うん、ものすごい量のつまみの種類が確かに品書きで書いてあるんですよ。心せました、あれありました。コロナに気をつけながらお昼そして夜楽しめるんじゃないかということで、皆さんぜひ、歯がない僕でも、歯がない僕でも行けますので、新橋の方はね、大抵歯医者行ける方なので、
はい、健全に健康に気をつけて楽しんでみてくださいということで、はい、ありがとうございます。ごちそうさまでした。